ヤマハ f g は日本の楽器メーカーヤマハが1966年より製造している日本国産初のアコースティックギターのシリーズ名である。第1号機は1966年10月に発売された FG-180 と FG-150 の2機種。主に普及価格帯が中心であり、フォークタイプとウエスタンタイプのボディがある。 2008年現在も生産は続けられているが、現行ラインナップでは FG-150 のようなフォークタイプのボディシェープのギターは FS に解消され、FG と区別されている。ヤマハの FG は日本の楽器メーカーの量産アコースティックギターの中では最も歴史が古いものである。FG という名称はヤマハの服、ギターが由来である。独特の音色。 オリジナルのボディやヘッドの形状が特徴。1966年に最初のモデル FG-180 と FG-150 が国産フォークギター第1号として発売された。ボディ内のラベル。初期の FG にはボディ内のラベルの色により、最初期型の通称ライトグリーンラベルと後期の赤ラベルがある。また、 ギターのヘッドも変化し1968年まではヤマハの横ロゴでロッドカバーは釣り金型1969年から1972年はロッドカバーの形が変わり音差を組み合わせたヤマハのマークがつく最初の FGE 後、マイナーチェンジを繰り返しながらシリーズ化して販売され緑ラベル黒ラベルオレンジラベルベージュラベル アイボリーラベル等に区別される。マーティンやギブソンなどの高級品とはまた別の良さを FG に見る愛用者も多く、マーティンも持っているが、昔買った FG が今でも一番のお気に入りだという感想も参見される。2018年5月現在では、FG タイプは FG850、KG840、FG830、FG820 から12、 FG820L、FG820、FG800 が、FS タイプは FS850、FS830、FS820、FS800 が販売されている。なお長年愛されてきたザ・ FG は2018年2月頃に生産が終了し、流通品のみとなった。また、ザ・ FG は、ユズの岩沢工二が使用している FG カスタムを、 元に作られたと言われており評判、側裏板、スケールが同じであり、現行している FG で、音や外見が一番近いと言われている。1960年代から1970年代における、日本のフォークムーブメントの中で、三上博士や中川五郎、友川和樹いった多くのミュージシャンが、この FG シリーズに触れ、それ以降も、ゆずの岩沢浩二や、坂本悟らが使用している。 国内では、ゆずの岩沢浩二、遠藤健二、福山正春、竹原ピストルらが、日本国外でも、ボブ・ディラニア、ジェームス・テイラーらが使用した。FG-180 等に代表される初期の赤ラベルのギターは低価格ながら丁寧な作り、ラッカー塗装、鳴りの良さなどから名器と呼ばれる。初期 FG は、近年中古市場での評価も高まってきており、 インターネットオークションなどで低価の数倍の値段で取引されている。また国外に目を向けると、1980年代初期以前のモデルは赤ラベルや日本製に限らず新品時の低価とさほど変わらない値段で取引されている。西垣茂雄編集、エイムック5 0 6ビンテージギターズボリューム6眼ごと一冊、ヤマハ FG 会出版社、2002年、カテゴリー、 ギターの機種カテゴリー、ヤマハ製、ギターヤマハ FG。ありがとうございます。